ますけど、左傾斜なのでちょっと行ってみないと。打って、あ、行けか。行けなんで、前からは行けます。おー、ナイス。あ、まっすぐ行った、ナイス。いいとこ。これ最高ですよ。バンカー方向です。ピックしないで。ああ、バンカーですが、大丈夫。フェアウェイバンカーですから。大丈夫ですか。ナイスショット。まっすぐ。ボギー。ボギー。ナイス。めっちゃ飛んでる。追えなかった。もう打たなくていいから。
の私うん、耐えて、とりあえず行くな。オッケー、大丈夫、うん、右ラフ、止まってるね。はい、皆さんあのインスタグラムをやってますが、はい、インスタグラムでゴルフの投稿よくしますか？はい、めっちゃするかも。8割5分まだそんなにそうだよね、ゆいちゃんあんまりしてないよね。なんか始めたてですごいスイングがダサかったから、ちょっと恥ずかしい、上手くなったらと思ったら上げるタイミングが見失った。もう上げない、うん、あの別で作りたい、もう自分の成長日記を。ゴルフアカウントをね、うん、なるほど、いいね。ついちゃった。まっすぐでいいですよ。まだファースト道の上ぐらい遠い、左でもいいです。はい、ナイスショー。本当ドライバーより飛ぶ、間違いなく。間違いない、大好きです、コバブスト。グリーンまで200ちょうどで、バンカーは160で超えましたね。自分が一番びっくりした。いい当たり。いい当たりだよ。大丈夫、戻れ、戻れ。戻ってる。ありがとう。いいよ。お、これもいい。いい当たり。超えろ超えろ。乗る乗る。ナイス。わあ。コバウッド。コバウッド。いいよ。やった。インスタグラムについての続きを話していこうと思います。インスタグラムでゴルフの投稿するとき、なんか気をつけてることとかありますか？とか動画は、うんうん、なんか昔最初打った後にナイスショットってイエイまで入れてあげてたけど、うん、ちょっと飽きてきて、あと再生回数がいった方がいいのかなって最近思うようになって、うん、8秒から11秒以内に収めるようにして、自分がちょっと大きめに映ってるようにしてる。なんか私は気をつけてることとかありますか？なんかあんまり、こう、このショットはこれを気をつけて、こうして、こう本当はこうしたかったんだけど、こうなんだっていう説明を本当に入れたいんだけど、そ
そんなの誰も読まないかなと思ってなるべく文章を短くしてます。本当は思いがもっとあるのに。そうあるんだけどなんかこう長くなっちゃうかなと思って。書きたくなるその時の失礼したくなる、うん、言い訳とかなんかこう本当はこれを狙ってきたいんだけど、うん、もうそれはちょっとグッと我慢してアップするようにしてます。なるほどね。面白いねそれぞれ。では皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。